いいよいいよ、顔出しだけ出してくれればって言われるから。ほら、これ人に送るんでしょ。うん、ちゃんと人がないじゃん。って言ってドサって送るの。ちょっと買いすぎだ。うん、めちゃくちゃ。あと米買うかな。うん、お前どうやって車から降ろすんだ。駐車場まで離れてるのに。あ、いや、近くで降ろすから。サミズの米30キロかな、うん、いつものやつ。ちょっと値段上がってるかもしんないな。まあしょうがない。でもあのお米はサミズさんだから変わんねえか。うん、輸入してるわけじゃないし、でも肥料のお金があるからな。はい、できます。はい、やっぱ自分で行ってくるよ。うん、さすがに。いやいや、ガソリンではさすがに自分で払う。そんなにケチケチしたってしょうがないだろうね。そうだよ。まあ、あげるけどさ、半分ぐらい。やった。調子いいね。調子いいよ。俺は調子いい人間だよ。難しいって言うんだよ、そういうの。でしょ。うん、こっちで方向指示器出してるのにさ。なんかすごい。難しい。田舎の人間って大変なことなんですよ。嘘でしょと思った今俺も。バカなバカって顔してるじゃん。こういう人間って車運転しねえかなと思っちゃうよな。いや、できないんじゃないですか。能力的な意味でできないんじゃないですか。そんなこともないだろうけどさ、免許ぐらい。英子さんも何回も送ってやっと取ったんだよ、梨田は免許。取ったんだ。うん、だって頭悪いもん。何出したの。え、何出したの。知らない、運動神経鈍いから車庫入れたの。なんとか重レースだのって飛ばなかったんじゃねえの。それで怒ってる人いっぱいいたもん。で、上がっちゃうから、ほら、うん、あ、ここか、出るとこ、はい、うん、ここ前、あ、ほんと、薬屋だったよね、確か。うん、ドラッグストアね、うん、売れなくて、うん、きつかった。あ、でもノルマはこなしたね。うん、ありがとう。あと、お米だけだな。暑いのは入れない、真ん中の風呂じゃない。いや、あれさ、みんなあれ危険だよ、入り方。一気に入ってんだもん、ガーって、うん、死んじゃうよ、あれ。うん、でも暑い、でも、うん、まあまあ、女湯でもあんまり暑いとこ入ってる人はいないよ、ね。変な理屈こねてさ、一気に入ればから暑くねんだとか。そうだろう。違う、お客さん、違う、死んじゃうよと。私もあれは入れない。つともさんも、さすがのつともさんもお利口で入んなかったよ。うん、だから足からゆっくり入ってったんだよ、体を鳴らすようにして。そうだよ、そうだよ。それでやっと入れたもん、俺。そうそう、心臓踊っちゃうよ。ね。でも、入れたって言ってもなんか変な感覚になったから出たけど、ね、逆に熱くなくなっちゃってさ、え、これやばくねと思って出てきた。露天風呂も入った。入った、入った、いいお湯でしたね。どうつけね。ちょっといいな。戸倉だっけ。うん、戸倉神山だ。まあ、いい温泉だったよ。須坂よりかはいいよ。須坂温泉はがっかりだね。これで普通はね、500円、550円かな、500円するんだけど、うん、450円か、うん、それ300いくらで入れるんだよ。あの、ほら、チケット買うから10枚つづりの、そっちの方が安いよねっつって、消費税もかかるんだよ。ちょっと須坂温泉はがっかりだったんだよ。須坂温泉もごめん、めちゃくちゃ高くなっちゃった。あ、そう、高くなったってなんだけど、ぬるかったじゃん、めちゃくちゃ。うん、がっかりだな、あれ。あんなことなかったのに。結局儲からないから燃料費抑えてんでしょ。はあ、
るのかなと思っちゃって、うん、じゃあ荷物そのまま置いといて修一、うんうん、後で車戻ってきたら移せばいいよ修一の。あ、今移しちゃう。今移す。移して、うん、いやいや、で全部もう頭っていっちゃうから、うん、あった、うん、今日も今日こそも多分知り合いないと思うからラーマ行く。今日はまた始まった。いや、大橋は行かない。知り合い捕まっちゃったな、マジで。大橋、うん、大橋役なんて言ったんですよ、うん、あそこで知り合いと捕まっちゃったからさ。まあ働いてそう、今日も。今日はいいや。今日はラウンドワンだったらいいね。マスクしてる、苦しい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 、マスクやってると思う。さやぎにするよ、これラウンドワンで落ち着こう。今日暑いな、この車。どうでもいいけど、暑くない。左右されないで、そう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 、うん、だと思うんだよね、聞いてると、うん、なんか冷静に、まあ別にいいんだけどクビになっても正直、うん、俺で待ってもいいやと思って働いてるからさ、うん、なんかね疲れる、うん、その評価を考えて仕事するのって、うん、それは確かにそう、気にすぎちゃうんだ。それは分かる。だから俺も派遣社員だから、うん、だから言いたいこともちょっと飲み込んじゃうんだよ。今の仕事は正直好きだから、うん、そのもう、あ、好きになればいいんだなと思って仕事してる。そうすればもうズゲズゲ入れるから、うん、文句っていうか、これおかしくないですかとか入れちゃうから、うん、もうオタッキーになればいいんだなって分かっちゃった、うん、もう部品食べればいいんだよ。っていうかさ、機械っていうかそういう、あの、なんだ、うん、あんたたちのやってるその仕事っていうのはみんなオタッキーだよ。うん、何これ。あ、びっくりした。だからまあ、まあ、どういう風にやればいいのかなっていうのは分かってるから、自分自身。それでも通用しなかったらクビでいいと思ってるから、正直、うん、ちょっと収入減っちゃうかもしれないけど、多分ね通用はすると思うんだよ、俺のやり方でやっていけば、うん、っていうのは確信持ったから、うん、あとだからその好きっていうのを貫き通す、それだけ。花上だってじゃあそんなと残業してんだろ。まあね、まあ、花上の調子って、私たちはエンジニアなんだからさ、エンジニアなんてみんなオタクに決まってんだよ。まあでも結構尻滅裂なことは言うことあるよ、やっぱ。あれか、花上か。そうそうそう、うん、で何でも俺に聞いてこいって言うんだけど、うん、とりあえず聞くのよ、うん、自分で考えろって言ったりとか、うん、どっちやねんって。まあでもそういうもんだなと思ってるから、ね、だから程度問題でこの俺はお前にだかって考えられるんだろうとかってことじゃなくて。違う違う、結構気分で言うとこある。確かに話聞いてるとどうもそんな感じはするよな、うん、いやいやいや、ちっちゃいことでも聞いてこいって言ってくるくせに、うん、聞けなくなんだよ。だからすぐに言われちゃうから。まあでもっていうかさ、ちっちゃいことでも聞いてこいってことは、うん、小さいことでも聞けよってことでしょ。ま
かでも逆にその石橋叩きすぎちゃって、やればいいじゃないって言われることもあるけどね。あ、じゃあやっていいんだってやっちゃうけど、あ、こうだからやりますねっつって、どうぞって感じでやっちゃうから、もう行っちゃう。だからこういうふうにやっちま、俺やりますっつって。いつまでも集中力支配してたいんだな。まあでもいいんだけどさ。だってその花上の 言った通りにしなくてクレーム来るんか。